じゃあ今日はレジュメが4枚とあとこの、はい、この資料、資料というか、まあ、コピーしたもの、はい、あ、それ何ですか。なんでこれをっていうと、いきなりここから始まってるパートだったのでやっぱり売り、やっぱりこう売り上げトップ10とかあると心が踊りますね。これはね、あるべきですよ、やっぱり。ただ誰がどうやってそのまとめるかというのね。あ、そう、何部売れたかもね、書いておいてほしいですよね。ぜひね。この時代何部売れたかって、そんな恐ろしいこと書いてもしょうがないと思うよ。一番売れた時代でしょ。77年だからかなり売れた時代ですよ、ね。かなりが多分1万いくのかな、ぐらいの世界の話だから。いや、だってさ、まあ、いきなり入っちゃいますけど、SPI の人気投票、まあ、SPI の200人のゲームの力ですけど、1位がドラッグなカオス店で、これ見た段階で私はこれ何部売れたんだっていう疑問がもう出てくるわけですよ。なんかほとんど知らないゲームだな。ドラッグなカオス店、まず皆さん知らないでしょっていう。たまにチラチラと知ってるゲームが、まあ、あの第二次世界大戦の。だってドラッグなカオス店って GDW が分かってるじゃん。うん、ああ、岡田さん知ってる、うん、まあ、第二次大戦の東部戦線のゲームなんですけど、どうしてんだろう、東部戦線。いや、もちろん、うん、でドランクだからですからね。クリミアは持ってますよ、私、すごいな、うん、この中でかろうじて分かるのがキングメーカーぐらいの。いや、あのルテンシップス&アイアンメンとかっていうのは人気のゲームで、比較的これはあれですよ、反戦のゲームね、反戦一石対一石からやれるというやつで、それに対抗してのは4番目の SPI のフリーゲートなんですね。 SPI が200にもゲームを出してるんですね、すごいな。まだ10年も経ってないぐらいの。いや、これ SPI のゲームだけじゃない。ああ、そうだ、 GDW とか持ってるから。そうか、そうか、 GDW モロビオっていうのも結構有名なやつ。ナポレオン戦、はい、じゃあちょっとこれ一個一個ちょっとだけ解説しますか。まあ一番が今言ったように東部戦線のゲームで、まあでかいゲームなんですよ一言で言うと。なんでこれが1位なんだろうってのは私非常に疑問なんですけど、まあ1位になっちゃったものはしょうがないと。でかいからなんですかね。いやー、なんだろうな、よく。ボードゲームギークで、あー、そうそう、でかいゲームが。でかければでかいほどその点数が上がるっていう、はい、そういう。まあ、そういう点数は確かにあったんですよね。ボードゲームってアメリカのファンサイトがあるんですよ、はい、ボードゲーム。はい、そこの、はい、そこのファンサイトでこうランキング上位にいるのがやっぱり重たいゲームが多いっていうので、うん、これもなんかその、うん、同じような感じなのかなってちょっと思います。まあ、ボードゲームギークは2番目がまさに重たいゲームなんですが、こういうゲーム全部5点台とかだから、あ、それは今の人が見てるから、ね、遠くそうだと思うよ、あのサイト。いや、だってアグリコラは8点とかですよ、うん、それは当然じゃないですか。しょうがないです。え、アグリコラ面白いじゃないですか。いや、アグリコラルテンシップの方が面白いでしょみたいな。それはあれですよ、個人の感想ですよ。タイルとモスクが面白いとは思えないんだけどな。いや、要は全然ゲーム性が違うんですよ。ゲーム性は低いよ、これどう考え、うん、精密だけど。基本これはビッグゲーム、うん、まあ、今で一区で、そう、3つ目がウォーインジーストですかね。本当ビッグゲーム並んでるわけですけど、だから比較的軽いやつは後ろにある、うん、クリミアとかは軽いとか、4番目のフリーゲート、マス時代のフリーゲートの高いで、まあまあこれもちょっと重いかなと、ウッテンシップに比べれば。ワグラムって比較的スピアにしては軽かったよねそうですね、アグラムとナポレオン戦争ね。まあいいや、ちょっと説明していきます。アンティータムが南北戦争のゲームですね、うん、アンティータムの戦いっていうのがあって、まあ地味だよなという。で、ウッテンシップのアヤメはこれ確かにいいゲームです。ビットフォーフェンズウォーってこれ空戦ゲームになってる。空戦ゲームですよ、服用機の。これも重かった記憶がある。いやー、まあ、あの手の飛行機のゲームにしては軽い方です。そうか、うん、空戦マッハの戦いとかでも恐ろしく重いですから、ね、そうか、飛行機飛ばすだけで重いだけで、ていうか飛ばせません。ジェット機あたりだともう普通の人飛ばせません。とてもじゃないけど、ボードゲームでも本当マニュアル見ながら、曲がるのどうするんだっけみたいな、ガンダム一番最初みたいな話になっちゃうんで、はい、計算しなきゃいけないからね。三角関数使うゲームとかもね、したからね、うちの戦いだけど、ドレッドローが戦艦ですね。で、バーレムがなぜか突然ここで第4次中東戦争のゲームが入ってきちゃいます。多分77年っていう時代性だと思うんですけど、そうです、うん、確かにちょうどそれぐらいか。で、またナポレオンでイエナ・ウエルシタットという非常に有名な戦いが、これ多分ツインワンだったんじゃないかな。イエナとウエルシタットって別の戦いだから、まあイエナ・ウエルシタットってまとめて言われるんですけど、ほぼ同時に起こったから。で、トルガウもナポレオンで、クリミアがクリミア戦争だったっていうか。トルガウって地名なんですか。
トロが地名です、うん、ああそういえばナポレオン、リドリー・スコットがナポレオンの映画撮ったらしいから出てくるかもしれないな。で市内がまた第4次中東戦争で、これもまあ1977年だからでしょう。でシャイローが南北戦争です。でチカムーゴも南北戦争で、ワブロムがナポレオン、もうここまで言うとお分かりように日本の現場と全然傾向違うんですよ、うん、日本だとこの頃間違いなく第二次大戦のテーマずらーっと来てはずだから、うん、でなぜかキングメーカー、南北戦争ってやっぱ全然違うから、アメリカにおける南北戦争の人気全然違いますね、うん、まあ歴史ゲームと位置づけてみてやっぱ戊辰戦争みたいな、戊辰戦争関ヶ原、うん、こんな感じ、うん、でグローバルは、まあ、まさにグローバルなんで、ちなみに GDW のフランク・チャドウィックっていうリードデザイナーはまだ健在で、今年のチャールズ・ロバーツ賞を取ったら、取ったんだ、そうだ。で、あとキングメーカーがですね、これがバラ戦争っていう放題出てて、まあ、まさにバラ戦争なんですけど、なかなかとんでもないゲームですね、これも。王様のカード、多い継承者のカード、ダーッとくくられてあって、それ、最終的に自分が誰か持ってて、あと議会の投票権とか集めれば勝てるんだけど、それをやるには要するに他の王位継承者全部殺さなきゃならないっていうことに結局なるという。で王位継承順位があるから下列保持してても勝てないんですよ、それだけで。でね、どんどんこれ消していかなきゃならないから、それはみんなやり合う、だからキングメーカーっていうタイトルなんですけど、純粋な王ゲームではないわけですね。非常になんか心温まる、心温めるカードを使った、はい、のですね、あのキングメーカーはいわゆるヒストリカルマルチって本に近いそうですね、です、まあ、まさにそうですよ。で、まあ、戦い負けでフォローになっちゃって、ね、お前殺すよとか言われても、あの特者とかいうカードを持っているとそれに対して、いや王様に命助けてもらいましたよとかできたので、まあ、終わらないって、いわゆるウォーゲームよりはこういうヒストリカルマルチの方が今プレイすると面白いかも、ね、あとね、暗殺カードとかあって戦いするために出てくる、だから要するに誘い出すんだけど、回線やるために、その時に暗殺とか言うとなかなかエグいことができます。今になってみると面白いかなって気がする。いや昔やった時あんまり面白いと思わなかった、それから18番目、チャイニーズファーム、これまた知らない人は何だか全然わからないって、実はこれ中東戦争のゲームです。うん、チャイニーズファームって、まあ、中国農場って普通訳されてる、中国農場の戦いっていう戦いがあったんですよ。うん、要するにこの名前の送りがちょっと面白いんで説明すると、イスラエルがどっちだっけな、確かイスラエルの農場かな、あの、まあ、実験農場みたいのがあって、で戦いになった後でこういろいろ調べたら、なんか漢字が書いてあったと、なんかに、うん、あ、じゃあこれきっと中国人が関係してるんだろうっていうふうに思ってたんだけど、いや実は違って、日本の JICA かなんかに協力して作った農場だったんですよ。中国ですらない。そう、中国ですら実はない。ヤバいファン。あれ中国農場って製図運河にあったやつじゃない。そうそうそう、あの辺にあったやつ。製図運河だと第3次と、いやこれ3次だったと思うな、今検索したら4次、ちょっと忘れちゃう、4次か、激戦があったんですよ、オーディションの時ね。てか俺このゲーム持ってんだけど、すっかり忘れてる。面白そうだね、うん、ね、これね。でウエストウォールクォッド、これを持ってるけど、これクォッドって書いてあるの、あの4つのゲームが1つのパッケージになってて、実は一個一個バラ売りもしてたんですけど、ウエストウォールはドイツの国境線付近の第二次大戦の時の戦いの末期のね、4つのゲームが、まあ、そこそこちっちゃいゲームが、まとまってるシリーズでしたと。でブルー&グレーっていうのは、これ軍服の色なんですけど、ブルーが北軍でグレーが南軍で、南軍がなんでグレーかっていうと、制服揃えなくて小汚い格好してグレーになってたからっていう、その時なんですけど、これもなんか何がしたかな、忘れちゃったけど、4つの戦いのゲームがワンパックにまとめてるという。でリュルツブルグがこれもナポレオン関係だったかな、ボロジノも、ボロジノはあの戦争と平和に出てきますよ、戦いが、あの恐ろしく長いソ連版の戦争と平和を見ると、ボロジノの戦い結構詳しく描かれてる、ね、とんでもない大きさの、今見るとなんかもうなんかすげえなという感じがしますけど、でその後でナポレオンってことで、またクォードを要するに本意言わんのが、
でネーションズアットホームが何だったっけな、忘れてたのこれ、確か独立戦争だったと思うんだけど、アメリカので、最後はナルビックって言ったら、これがどうい第二次世界大戦のノルウェー侵攻作戦ですね、ドイツ、これ出たばっかりだったんじゃないかな、この頃、ナルビックもかなり重いゲームです、なんだっけな、何シリーズって言うんだっけな、あれ、要するに GW って会社が第二次世界大戦のゲーム、一連のゲーム作ってたんですよ、かなり細かいのを、細かいってか何て言うんだろうな、まあ一言で言えんような重たいゲームをいろいろ出してたんですけど、そのうちの一つというか最初のやつですね。で今見てもなんでこんなのが売れてんだろうという気はしないでもないんですけど、77年の体感巨峰主義の時代って見えないですまあね、いや確かにそれなりにいいゲームもあるんですけどね。であともう一個、次はアバノヒルの投票の方で、これはアバノヒルゲームからやるんですけど、まあ運転出版アイアンメアは分かります、確かに面白いんで、実は私もこれのゲームのシナリオでアヘン戦争シナリオって作ったことあるんですけど、何がすごいって、中国のジャンクの艦隊50隻ぐらいとイギリスの蒸気船の軍艦2隻で勝負にならないってやってみたら、かなりそういう意味じゃシミュレーションとしてはすごいんですけど、うん、イギリスの方が勝っちゃう、イギリス勝ちます、タコ殴りします、中国のジャンクを。次はアンチ用ですね、これが第二次世界大戦のイタリア戦線で、3番目がパンツァーリーダーで、これがまあ戦車対戦車のゲーム、でリヒターボーエが服用機の戦い、多分それは別なゲームの、違うのか、うん、あそう、で1776年はあの対等同時でアメリカの独立戦争です、スコードリーダーと勘違いです、あそうか、これ、うん、パンツァーリーダーとスコードリーダー違うんだけど、パンツァーリーダーが先で、スコードリーダーがこの後、この頃もでも出てたはずだけどな、うん、って感じのラインナップになってます。まあいきなりこんなもんパンと乗せて何を言いたいんだこの人はという、そのパンツァーブリッツとスコードリーダーとパンツァーリーダーは全部別のゲームですか？違います。違います。そこの違い説明すると面白いんだけど、まあちょっとそういうことはしないで置いておきますけど。でまあレジェムの方にと何十年のトップゲームで SPI の人気をアブラヒットの人気商業がまあ掲げられてて。でまあ、要するにゲームの世界に発展して新しいゲームが出て、そのデザイナーも多様になったよということを書いてるんだけど、あんま多様な気しないんですよね、SPR の特に、うん、まあいいけどねっていう。でまあさっきの草花の話ともちょっと関連するのかもしれないけど、消費者はゲーム購入に際しての判断に役立つ何かを求めていたと、方策って訳してますけど、要するになんか取っかかりデータが欲しかったなっていうのは多分コート中、今に至るまでのゲーマーの心理ですよね。でゲームがより複雑となって現実性と、これシミュレーション戦という訳しても多分いいと思うんだけど、プレイのしやすさ、まあシミュレーション戦とプレイアビリティのバランス感も論争が発生したと、まあそういう意味ではこのリストすごいよくわかるんですよ。だってバランス悪いとかプレイアビリティ低いとかそんなのばっかりなので、いや本当恐ろしいぐらいプレイアビリティ低いのありますからね、まさに一番人気のドランクのハウスってのはなんで出てくるのってぐらいプレイアビリティ低いですから、あとボスバタリもそうですけど、まあ、当然論争発生しますよね、うん、でプレイヤーとしてはでゲームで分かるの見えないじゃないですか、買うときに箱開けない以上は、はい、でそんなことできないし、だからどんなゲームなのかっていう情報を先取りしてほしいなということになるわけですけども、この時に比較的簡単で面白いゲームが欲しいって人もいるし、臨時的な性格、まあ精密なゲームに理想を追いかける人もいると、これシミュレーションゲームのもう宿命ですね。どんだけ正確なシミュレーションかっていうことはどうしても気になるし、でもゲームなんだから簡単で面白くてしょうがないよねっていうことになってくるわけです。でゲームはそれぞれ自分に適したゲームを見分けるための手助けが欲しいわけですが、これが結局ゲーム雑誌の成長を促進することになりましたと。この当時はジェネラルとあとS&T っていうストラテジー&タクティクスというまあ、ゲーム雑誌2つありまして、 SPI 社潰れちゃっても STC はまだ残ってますね、今でも出てます。ゲーム雑誌っていうのは相当重い雑誌なんですが、これルロムの雑誌ですよね
ゲームがついてるミリタリー雑誌だろこれっていう、出版社がコロコロ変わる、でまあダニガンがこの ST 氏を引き継いだときに、この雑誌はエスペリア以外のゲームを評論してたと、それも好意的に、何のにかかわらず評価を落としてしまったと。どうしてこれなんでなんでしょうね。評判落としたっても一般的には S&T ってこの時期のイメージは一番強いぐらい。そうですかね。むしろ S&T の方がジェネラルにある意味ゲーム雑誌としては人気あったんですよね、この頃日本でもアメリカでも。でも広がったから間に受けが悪くなったみたいかもしれないでしょうね。どこかでマニア雑誌でしかないじゃんね、見てみて。でまあ、1970年にダニガンはより幅広い、まあ、領域広げてムーブして新しい雑誌を出します。これもまだあったかな。 S&T とか2個ずつ出たんでしょ。その頃出てたはずだけど、どのくらいですかね。出ててそれだけだね。3000はもちろん出てたでしょ。うん、コビジャマンの客席だって交渉何万だったからね。客席何万、あれ最高で何万って振ってたかな。結構いってたよ。何万、そうか、話し半分でも 2,3 万は出してたんだなってぐらいは吹っかけてたはず。で、まあ、ムース氏はゲームの賛否と評論が大部分で、っていうか、まあ、こっちの評論やなんかのムース氏って移行しちゃいましたと、ST から。で、まあ、60年代からアマチュアだとか、あと、まあ、ゲーム、現場のクラブにとって、ゲーム評論で重要になってきてたわけですね。というふうに書いてます、小原さんは。まあ、要するにどんなゲームか知りたいよねってのあるんで、クソゲー買いたくないし、みんな、うん、スターネイルタクティクスとムーブスにヒロサクソンが書いてるコラムのなんか、うん、そこだけ抜粋して全部読みたいなと思ってるんですけど、まずそれだけ集めるの大変なんですよね。スターネイルはでもいろいろネットに転がすわ。いや、あるはあるんですけど、ね、ちょっと特定の時期の、うん、割と短い間だから。でまあ、1976年にさっきのリストの投票の前年だから、ちょうどその年に出たゲームってことかな。まあ、シミュレーション戦争フォーラムっていうタイトル、まあ、後に闘争シミュレーションフォーラムって改名したそうですけど、っていう副題持ってるファイア&ムーブメント、火力と軌道っていうふうに訳すしかないんですが、まあ、これ軍事用語です、うん、っていうことから分かるようにかなり尖ってたしわけですが、マクゴアンはこれを出します。マクゴアンというとあのボックスアートで有名なんだけど、まあこういうこともやってたわけですね。でまあファイア&ムーブメントは全てのゲーム会社にとって出版されたゲームを網羅することを目指したと、うんうん、まだまあ目指せるぐらいの量ではまあ、うん、まあそういうことでしょうけどね、うん、あと仲間いっぱいいましたからね、うん、でマクゴアンは我々には売り込む必要になるゲームはないと、我々の会社はホビーについてであって、あなた方の方がホビーの、まあ、主体だよみたいなのを言ったので、まあ、孫は自分でゲーム作って売ってるわけじゃないですしね。要するにだからゲーム評論ができるとも言えるわけですけども、うん、広告層が襲ってた、うん、まあ、将棋を見ると評論してるわけじゃないよってこともなるから、将棋じゃない、まあ将棋じゃないってことですか。いやー、まあ将棋、日本の感覚だと将棋じゃなくなっちゃうんじゃないかな。日本とアメリカの尻尾でなんか違うからね。食べてみたいなものとは違うんですか。そうなんだよね。なんか私もなんて言ったかよく分かんないんで。でもこの時代まだボードゲームで食えたはず。まあ食えてたんじゃないですか、一部の人は。あの、って言ってもマクワンだって別にボックスアートもやってるからボードゲームで実際食ってるってもなんか違う気がするし、ダニガンは軍事評論家だし。オランダの第三帝国で、うん、まあボードゲームで食ってる話が出てくる。はいはい、うん、ゲームの何で食ってるかですよね。ゲーム作って売ってるだけじゃ多分食えないと思う。まあ、山崎雅弘さんとかもボードゲームで、食ってるって言えるかもしれない。そうなのかな。今もやってる。ほぼや、まあ、食えるほどは食えるっていうか食うほどはやってない。うん。なんか違う気になっちゃったから、ね。たまに本業変わっちゃってるから今。でもたまにやってますよ。うん。あ、そうですね。もう趣味の範疇じゃないかな。出してるとはいえ。
そう、山崎正彦さんにちょっと取材したいことがなくもなかったんですけど、うん、なんか今あの山崎さんにボードゲームの取材なんですけど、いや面白いじゃないか。いいんじゃないですか。あのデザインの話。デザインの話で、いやなんかあのじゃなくてバンデザインかゲームデザインか。山崎さんがあのご自身のサイトボードゲームの話をちょっとなんか載せてたことがあって、それに関して、うん、まあ、なんかお聞きしたいことがあったような気がします。海外の人も撮ってるでしょ。まあ、チャールズ・ブロッシュに撮ってますね。まさに。でも話に戻すと、ファイ&ムーブメントは多くの著名なゲーム関係者の農協企業を掲載してましたと。で、それに対するゲームデザイナーの、まあ、反論ですね、まあ、回答も載せてましたと。で、当然そういうことをやるんで、この雑誌は熱狂的にゲーマーに向け歓迎されているんですけども、すぐにその熱狂を収まってしまうと。ですね、これファイティングチャンスって何ですか。まあ論争ってことでしょうね、うんうん、そんなもん載せられる人がそうそういるわけじゃないよと、うんうん、でまあここでちょっとカラッと話があって、チャールズ・ロバーズ、要するに大ゲームを生み出したチャールズ、大ゲームの商業化を始めたチャールズ・ロバーズの試みは日本産業だったわけですね。大ゲームはもうここで、その産業界の内部ではファイアンドムーメントがすぐなくなるんじゃないのっていうふうに予想されてたんですが、でその評論の、要するにファイアンドムーメントに出てくる評論誌って決して対等なもんでもなかったんですけども、まあ、当然ながらゲーマーとデザイン両方に大きな影響を与えましたと。まあ、論争するって悪いことではないんですよね。ただまあオタクの論争なんてどんなもんだか実は大体わかるでしょうということです。で、応援してそういう論争の方に目向けて、そのゲーム作り偏ってちゃうと多分ダメなものになってくるんだろうなという気がします。これは本人はそんなこと書いてないですけど、でデザイナー評論家の回答というのは、普通のゲーマーに新しい潜在的なデザインの改革、要するにアイデアを与えるわけですね。でその他の本にとっても教会に諸々ものを混ぜていろんな観点を提示するってことになったです。これがまあ同志の、要するにファイアルムーブメントフォーラムの記事が補足してましたとするんです。日本でもあのシミュレーターのシングルナンバーと心温まる感じ。心温まる、確かに。で、すぐなくなるんじゃないのと思われたファイアンドムーブメントですが、金銭上の危機の上、つまりお金に資金振り込むとかいうふうによってあるわけでしょうですけど、で出版社も評論、まあ、編集者も変わってきましたけど、まあ、今もあります。現在も確か今も出てたんです。この間見かけたんで、去年ぐらいに。でファイアンドムーブメント、うん、すごい。あっ、ファイナルムーブメントじゃないか、ムーブスの方が残ってるのは、ごめんなさい、みんな枯れてるんで、S&T はよく、S&T はよく出てるんで、あと、ムーブスはあるけど、ファイナルムーブメントはなかったような、じゃあ、ここでもうと、これでまたちょっと話の方向を少し変わりまして、まあ、1970年を通してゲーミングもゲーマーの方も成長したと、要するにゲーム業界が発展して、まあ、産業になったわけだから、成長していったわけです。で、それを見て、真面目な人は、死と破壊を取り扱う、まさに大ゲームってそうですよね。駒だけど人が死んで建物が破壊されるわけですけど、うん、取り扱うゲームをプレイして楽しくことに疑問を持ち始めたっていうか、うん、今になって疑問を持ったのかよって気もしますけども、うん、まあある意味当然ですよね。まあ実際この頃日本でも叩かれたりしましたし、まあ、いいといえば別にいいと思うんですけど、うん、アメリカのボードゲームってすごいなんていうか、生々しい素材を平然とぶち込むのが結構ありますよね。うん、だからさっきのこう中国農場の話とか、うん、こうアメリカでやるっていう時点で、そのイスラエルと、うん、っていう話あります。中東戦争をアメリカが扱うっていうのは、それ自体は政治的な、多いお前みたいな感じは、まあ、やっぱり、前がやってる戦争があるみたいな話だ。第二次大戦ぐらいだったら、まあ、半世紀経ってるからいいだろうぐらいの感じはあると思うんですけど、うん、中東戦争でしょっていうのは、まあ、しかもあれ、70年代の中東戦争だから、つい3、4年前だよねっていう。そのあたりっていうのがやっぱりユーロゲームにはない独特な、だからユーロゲームってそれの反応みたいなもんじゃないですか、もともと。まあ良くも悪くもそうですね、うん、シミュレーションゲームの教育に良くないよみたいな、一応はこう歴史の検証ですよみたいな建前があるわけ、ね、うん、
まあでも、うん、まあまあ通用しないようなところも、で今ウクライナ戦争のゲームとか作ってアメリカの会社あるみたいな報道あったけど、やっぱりというかもう出てますよ。恐ろしいことに、いや別にメーカーが出さないでも個人でも作っちゃいますね。うん、あ、聞いたことにもう出てる。大闘争のウォーゲームとかもあるわけですから。うん、はい、あんま出来、あ、出来合いか分かんないけど。やろうと思った。どうですか。やったことはない。はい、やらない人がいないんだよ。まあ、他ならデザイナーの雰囲気で。あれだってコインスタイルでしょ、確か。だから4人いるんですよ。そう、4人いるみたいな。やりましょうか。やりましょうか。え、なんかすごい反作用的なあれを感じるんだけど、そんな内容じゃない。どうなの？ゲーム自体はそうでもないような感じですけど、ただあの名前とかがね、あのちょっとそういう傾向はあったと思います。確か、うん、ネーミングとか。ルール自体がそういう風には見えなかった。学生同士ってどこで切るかによって結構見方違って、うん、そのセクトの中でも上の方にいる人が下の方にいるかとかで見方が違うんです。うんうん、でそのセクトの外とこの世代がやると大体はすごいなんかこうおかしい狂ったやつがいるみたいな話になりやすい。まあ確かに狂ってるんだけど、うん、だからって言っちゃお前は何やってんの、お前は資本主義の豚だろみたいな話になるわけですよ。うん、まあまあそれはいいや。はい、まあ、70年を通してまあそういう疑問が出てきたと。でデザイナーの人たちもそういうことを問いかけした人がいるんで、まあ、F1 ファイアンドムーンメントのちょっと論調に対して、まあ、反対をしたと。でちょっとここまで私話をして思ったんだけど、これ70年前だから要するにベトナム戦争のちょっと後なんですよね。アメリカはちょっと反省モードに入ってるくらいなんで、まあ確かにそうだなと、いう気もしないではない。そこら辺ちょっと分析しないと分かんないですけどね。ただ時期的にはそういう時期だったのは押さえておいた方がいいかもしれません。でゲーム会社の雑誌というのはデザイナーとデベロッパーがデザイン概念を磨き上げてきたもんだとパールさん言ってます。で、まあ、こうやって雑誌があったんだけども、デザイナーとプレイヤーの間の公然の交流というのはまあなかったと。この頃は、まあ、コンベンションぐらいしかなかったね。コンベンションあるから全然なかったわけじゃないけど、そんなに親しく付き合うことは、まあ、ダニアンみたいにちょっとごく一部の頭のおかしい人を除けば、まあ、一般論からすると、まあ、あのそれまでの業界よりは近いっていうふうには言われる、うん、ところじゃないですか。だいぶ近いと思いますけど、ね。まあ、こういう評論誌がある時点で、ある程度近い、うん、成り立ってるというか。評論誌にまあ反論してきたり、逆にデザイナーが反論するって中で、かなり交流してるわけなんですけどね。まあ、パーラさんはこういうふうに見てます。うんうん、で特定のゲームも出版社に属さない多数の評論が増えてきたと、まあ、ユーザーがどん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 増えるとそうなりますよね。これに対して大勢のゲーム会社のスタッフが反論しようとしても、血の気が高いですよね。なんかね、ゲーマーってていうかオタクはと言うべきかな、うん、いやいや、これはやっぱり近いですよ。この雰囲気は。、うん、なんか今にしてもといい関係だよね。まあまあ、あの羨ましいところありますね、うん、こういう関係は。まあジャンルの勃興期って感じがします、ね、しますね、本当。だいたい今のボーゲームでこういう論争は起きない。いや、起きてますよ。起きてる。うん、特にネットあるし。今の。うん、あと、いかんせん業界規模小さいから。そう、今のその論争は、なんていうか、本当になんていうか、ちっちゃくなったからっていう部分があるわけですよね、うん、逆に。凝集する。凝集する。悪いんじゃないで、ミニマムな争いをやったりもしますしね。うん、下手に知りすぎてるわけで。で、驚くべきことに評論者側の客観性の欠如を嘆きながらも、ゲーム企業の基本的に主観的な性質は把握できていなかったと。まあ、まあ、しゃあないとは思いますよ。いや、なんでも、いや、まだ評論の概念が確立されてない頃ですからね。なんか今のネットのような。確立されているというふうに聞こえます。いやいや、まあ、確かにそうです。いや、まあ、確かに、今もよくなかった。いや、今のネットのようなですけど、暴言を吐くのと批評するのってことの違う理解できてないって、どっかの大学先生も情け投げてましたけど。そうですね。まあ、だからこそ評するって立場も必要だったりするんですけどね。まあ、その辺は岡畑さんの方が詳しいでしょうけど、ね、まあ、批評に関して言うと難しいですね、こういう批評のあり方っていうのは、うん、要するにこうその企業がどうやって自立してるかどうかっていうのであって、うん、あの業界への不満みたいな感じなのか、それともこう批評の自立性を求めるのかみたいなのでだいぶ違ってくる、うんうん、
まあ、純粋に作品論でちゃんと批評してる人もいますしね。だからこの批評っていうのが最終的にどういうふうに回収されたのかっていう感じになります。要するに論争史みたいな形でこうその論争へのフィードバックが作品として期待したのかって、そういうことはあったんですか。それは当然ありますよ。多分今もあるし、かといって全部が全部回収できるわけではないですけど。だから批評っていうのは結構こう対象がマーケットが大きくなればまた別物になっちゃう。例えばこうブロックバスター映画への批評っていうのはその単独の批評ではそれは変わんないですよね。だからディズニーのマーメイドプリンセスが出たとして、それに対しての意見と単独の批評家が言っても変わらない。だからいろんな人が言うと当然数勢としては変わってきます、ですから距離がこう小さい作り手と批評家の小さいジャンルと距離があるジャンルではだいぶ変わってくる、やり方っていうのは、っていうのはありますよね。それはどこでもある感じね。まあ、それはもう批評の基本というかよくある、アプローチを考えなきゃいけないって話になるんですが、まあ、ウォーゲームに関して言うと難しいですね。そこ一貫して近かったじゃないですか。そんな遠い。ウォーゲームは近いんですけど、そもそもだから、そもそも的な視点がないよ。だからアメリカだから中東戦争みたいなのをアメリカで戦争したらもちろんするみたいなことへの批評はないわ。非常にまあ視野が狭い感じのこう論争にも見えてなくもないって話。ジャンルの権威を取り直すようになったって話。本当は生じた方がいいんだけど。でもボーゲームのシステムっていうのはこう非常にドラスティックな変化ってなくて、徐々にこう差分が生まれていくようなデザイン。そのカードを使ったりする時代でも最近なんですよ。カードドリブンって言って新しい潮流なんですよ。2000年代とこです。そうね、昔はなかったね。そう。だからそういう意味ではすごい保守的なジャンルでもある。そうだよね。ある意味ではずっと変わってないって感じもするよね。そう。何かは変わってないですね、確かに小手先で変化はあるけども方針は何かは変わってないです。だから扱う、変わったタイプのデザインをするとそのボーゲームと言っていいものかどうかがちょっと迷うところが出てくるんですよね。コインなんかね。そうボーゲームはボーゲームと言ってないから。そうそう、あれは言うのだって言ってる。コインとかあとイベントドリームのゲームもまあトワイライトストライドとか、ボーゲームというのは支えてもらうとか、あの辺ってどうなんみたいな話になっちゃうじゃないですか。やっぱり文脈からするとオーゲームの箱から出てきてるものだとは思うんですけど、間違いなく、オーゲームからカタンが生まれたって言ってるとんでもさんもいるわけですから、まあ、 100% の間違いではないんですけど、ね、100% の間違いじゃないけど、でもなんか間違いだよ、指摘しづらいというのは、確かにクラウストイバーがミニチュアゲームを昔やってたっていうのはまあ事実ではあるので、みたいな感じですよね。ウォーゲームに関してはマイナーテーマとかテーマの切り方、どのような地図を扱うかとか、そういう意味での必要性はかなりある。再現性がある。コンセプトをそれ自体を問い直すっていう、モダン足元を見るみたいなのはないわけ、視点に関してはないわけじゃないんだけど、まあシミュレーションという概念と必ずしも一致しないから、何をシミュレーションするのかって話じゃない。反戦ウォーゲームじゃないわけですよ。はい。ブリッスルドみたいなゲームないわけです。でもね、面白そうです。ブリッスルドはみたいな評価してるんで。いや、そうじゃないですよ。悪くはないですよ、ブリッスルドは。じゃあもうちょっと話を進めますけど。アバラヒデのジェネラルって雑誌でグリーンウッドさんが、まあ、ロシアンキャンペーンでゲーム作った人ですけども、が、まあ、ちょっとなんか述べた例を引っ張ってきてて、まあ、F&M 氏のファイアンドムーブメント氏のゲームへの否定的な評価へのグリーンウッドさんの反論は、私は評されの誤りはしていないと。まあ、だからグリーンウッドさんが評されたわけですよ、何か。このあたりの会見合合のやり取りってやっぱりボランティアの第三帝国で皆さん読んだ方がいいと思います。出てきますから。超面白いですよ。まあ、グリーンウッドさんは、まあ、構成要素を列挙する慣れ合いの批判というのは、を批判していると、非難していると。で、批判することを恐れる評価はそんなに値しない。
まあ、それそうですよね。そもそも批評家が批判されることを恐れると変な話なんだけど、うん、まあまあいいや、まあまあ、批評家というほどのなんていうかものは確立されてたのかな、この時期どうなんだろう。いやどうなんでしょうね、まあ、役の問題のような気もするから、多分その批評する人っていう英語でしかないはずですよね、うん、媒体の書ける人と書けない人がいたんですか、まあまあ、あれそれはいつの時代どこにでもいるわけで、媒体で発言力のある人っていうのは、うん、ネット時代で誰もがポンポン言えるわけじゃなくて、まあでもネット時代はやっぱり受けのいい人と悪い人いるしってありますよね、うん、まあしかし自分勝手な基準って欠点を指摘して、なんかまあもうこの時代からもそうだったんだろうなという、うん、でプロのゲームデザインを嘲笑うことが大ゲーマーたちによって最近の流行になっていることは最近、いや今もそうじゃないか、問題はこのプロのデザインっていう言葉もねっていうのはまああるわけですよ。そうです、ね、プロって誰だ、誰だよお前はっていう話、何をもってプロだろうっていう、まあこれらの基準が大部分のホビーにも同様に適用されるのは悪いものはないっていうか、まだ適用されてるよね。うん、でも Bigger is better みたいな発想は出てくる中で、うん、プロのマウンティングってのは結構相性がいいですけど、お前こんなでかいゲーム作れないだろう。じゃあまあ、まあ、まあねっていうか、そのこと自体がねみたいなのが、まあ、まあ、今見るとでかくてもプレイアップじゃないとしょうがないって発想になるんだけど、そういう反省はないわけです、まあ、もう少し先なのかな。うん、それはまた別の先の話です、まあ、でしかしながら私は批評者が流行をことに心を奪われて客観性の最も基本的な基盤に違反したので、ホビー絶版のための判断する資格は認められないと。認められないと、私は認めないって言ってるんですよ。これそうですよね、どう考えても。日本語しておかしいんで。クリティックが、そのなんていうか、流行を追って、うん、まあ、なんか流行りじゃないみたいなことを言われてるんじゃないですか、うんうん、多分ね。うん、で根本的に客観性から外れたことを言ってんだから、それ認められるわけないじゃんっていう。まあまあ、客観性とはみたいなことはピーターパーラーさっき言ってましたけどね、それに関してはそうなんじゃないですか、実際。でも、いくつかの点で、このグリーンドさんの言ってることは正しかったと、まあ正しいですよね、確かに。あ、これ、もう誤植になってた、評論者の社は会社の社員のものですね。しかし、評論者について格付けする説明っていうのは、ゲーム評に非現実的なことがあまり多いことを反映していたと、まあだから的外れな批判が多かったということなんでしょうけど、ここウェイかな、なんだろうな、まあアンリアリスティックウェイな感じで評が行われたからという。でもどうだろう、ちょっと違うんですね。ちょっとまあ、言語がよくわからない感じです、ね、言語はね、どうなったかな、私もだいぶ前に読んだんで、しっかり忘れてる。まあ、そうですね。ちょっとよくわからない。なんでこうやってるんだろう。批評者について格付けする説望。ね、ブリュットが批判されてるのは。格付けしたいんだよ。うん、この評論家に信頼が置けるかどうかっていうのを言いたいのか、それは評論家自体が俺は格付けしたいんだっていうことなんじゃないですか、評論家ランキング、いや評論家ランキング、評論家ゲーム批評がなんかどなんか適当なものばかり出してるから、この人が信頼できるとか信頼できないとか、そういうことを言いたいということですね。で、そうだとすると、やっぱり逆説がよく分かんないですよね。主語がどうも、まあまあいいや。でも正確に言うと、どうも、こういうことですね。うん、ほう、グーニュートがロシアンキャンペーンの作った人だけど、そのゲームを出したときに、うん、まあ、リチャード・ドバウンとフランシス・クエーカーって2人によって批評されたっていう事実がありまして、うん、でその時に反論してるわけですよ、グニュートさん。うん、要はその2人に言い返してるんだけども、うん、って考えるとこれかなりひどい反応してるような気もするんだけど、でまあその時に欠点を指摘してプロのゲームデザインを嘲笑うのが大ゲーマーたちにとって流行りになってるっていうことを言ってるわけです、うんうんうん、でこういったことが、まあ、大部分のホビーにも同じようにあるんなら、まあ悪いことでもないんだけどみたいに言い訳してて、でまあグリーンと先生と評価2人が流行を追うことに心を奪われてて、客観性の最も基本的なところを違反してるんで、それはまずいでしょっていうような比較を、批判をしてるみたいですね、反論を。
とまでグリントンが反応して、で評価とデザインの間の適切な雰囲気が時に増減したと、まあそれそうですよね、いろんな意見出ますから。でゲームデザインの評価、プロデザイナー以外にも開かれている重要な技術さんに過ごされてきましたと、その間であのいろいろやり合ってて、それが増減があったりしてもね。でもだから要するにデザイン評価誰でもできるって大事なことだよと。これ70年代の終わりぐらいだから確かにすごいことですよね。他のホビーのジャンルでこういうことなかなかなかったんじゃないかな。ネットないし、まだあんまなかったんじゃないですかね。まずそのホビーの中で批評の対象になるじゃなくてあんまないですもんね、うん、確かに囲碁将棋ってゲーム自体批評っていうわけじゃないですね。だから作品じゃないから囲碁将棋は、うん、やっぱり批評対象になるってことは作品であるってことは基本だから。でも大ゲームに関しては批評生まれやすいと思いますよ、うん、舞台から歴史があるんでしょ、うん、あとどうしても新しいのが出てくるから方法論に対して批評できるわけで、うん、だからあとはルールの3分ですよ。歴史をどうシミュレーションしてるか、うん、これはシミュレーションとしてはおかしいよって批評が出たりするわけで、うん、作家性についてとか、まあ、企業ベースでもだいぶ傾向違うし、うん、デザインも、うん、そういう意味ではやっぱりこう何か言いたくなる、プレイしてると物申したくなる分野である、ね、それはありますね、うんうんうん、チェスとかはあんまり物申したくならない。チェス今更何物申すのってとこあるわけで、うん、まあ強いやつが正しいわけ、ね、いや、まあ、作ってるって感じがあるから、うん、あの史実かどうかは別としてゲームを作ってるかって感じ。だからフェアリーチェスとかだと言いたくなるかもしれない、まあ、それはそれでまた別に、まさかさフェアリーチェスならば評価してないです。いやでも確かにパズルは批評の対象になるんですよ実際、うん、そうだね、うんうん、作家性もあるし、作家性もあるし、それはゲーム&パズルっていうことですか。いやだではだもっと昔から、はいはい、だからパズルにはその名作っていう言い方が成立するわけですけども、はい、そのゲームに名作っていう言い方はあの成立するのはウォーゲーム以降なので、うん、あ、じゃあ例えばチェスっていう名作だとは言わないわけですよ、ね、うん、名作だけど名作だから誰も言わない名作は言うじゃないですか。ファロという名作がとは言わないわけですよ名作じゃないですよという話になるっていう話で、あの今例えばファロは名作じゃないですよみたいな言い方が成立、まあ、我々はすることにしてるわけですけども、それはその我々が現代人だからなわけですよ、ね、まあ、そうですね、ゲームの世界にだから評論ってもう持ち込んじゃった後の世界だから、だからそれって大ゲームの最初とは言えるわけだよね。だからそのパズルの特殊性っていうのは、すごい昔からその批評的な視座があったじゃないですか、芸術的なものだって思われてるぐらいだから、だからそれはすごいパズルの、ホビーとしてのパズルの特殊性っていうのがあると思うんですよ、まあ、あとは大ゲームっていうのは作家性、作家作られてた部分があるからね、うん、そうゲームとしてはウォーゲームが多分最初で、うん、ウォーゲームが最初ですね。だからコピーライトの問題でチャールズ・ロバーツのゲームですよとかね、うん、そういうのがあるせいで、うん、フルスとか誰もデザイナー知らないわけだから、クルミアさん困っちゃってるわけで、作者がはっきりしてるし、その言いたい、なんか言いたいことがある人がいっぱいいるしみたいな、うん、であと雑誌があるしみたいな、うん、そういういろんなものが揃ったのが多分ボードゲーム以降、じゃないかなという。そうですよね。大体ゲーム雑誌が将棋とか囲碁は当然話であったけども、批評はないよ、ね。ゲームに対しての。その作戦に対しての批評はもちろんあると思うんですけど。うんうんうん、だから対戦そのものとかね、そういうのはあるんですけど、ゲームのルールが、この一手は悪手だったとかっていうのはあるけども、もうそのゲームのルールに対する批評ってのはまあ当然ないわけですよ、うん、いや、して、しようがないし、なんか、あの割とルールの、いや、でも法則問題とか、時々、どうすればいいか。別にその麻雀雑誌がその中国のなんかこのルールとあのこのルールの差があってとかやったって言っちゃいいんだけど、うん、でもまあ実際にはなかった、まあ、誰もそこに関心なかった、そこはユーザーの関心なかったよね、うん、まあそう面白いですけどね、だからそのユーザーの関心のあり方がどこにあるかっていう、まあ今だったらやってる人はもちろんいると思うんですけど、当時は少なくともなかったというか、ウォーゲーム批判っていうのは大体そこの世間のズレが問題になりますよね、うん、戦争を来賛してるっていう風にね、じゃあちょっとあといいねみたいなおらしちゃいます、ね、公開の意見交換と議論の増加がしたってことはデザイン概念と方法論の総合論があって、新たな方法が生まれて、で新しいゲームにはゲームをまた発展していったよと一回こうしますけど、それは爆発的発展したんですか。
これ80年代ってことでしょ。いや80年代のことになりますよね。そう書いてキャプテンっていうか社用じゃないの。まあでも、まあそのゲーム、まあ社用じゃないけど経済でキャプテンとゲーミングまで含めちゃうと確かに発展したと思う。あのウォーゲームって狭い範囲だと明らかに採用になるけど、でもユーロゲームに発展したり TRP に出たりしてるから、いやてか何よりコンピューターシミュレーションゲームは80年代にはかなり発展したもんで、なるほど、ウォーゲームはやっぱり広げていけば、でこの人はボードゲームにだけ興味のある人では全くないはずですから、ボードゲームのやっぱり頂点って SPI が倒産するときに一つの頂点です、うん、そうですね、ボードゲーム、ね、何年する81年ぐらい、そんなもんだったらそれぐらいで、今日は軍拡競争に限界が来た。シミュレーションの時代はあれって大学とかのコンピューターでしょ。そうですね。だから77年のアップル2とかいう話ではないので。ではまだないですよね。だからアタリショックは、アタリショック。70年代は大学のそのいわゆるネットワーク PC みたいなので、80年代になるとその。いやコンシューマー PC 的なものが出てきて、出てきてつが普及して、それでまあなんか花開くような感じになっていくというか、だからシミュレーションゲームっていう考え方がパソコンゲームに、うん、あれ移植されましたよね、入ってきたっていう、ね、そうですね、だからそれが多分なシューティングばっかりですよね、うん、ざっくり言えば、うん、